高橋一望は日本の海軍軍人。太平洋戦争において司令長官職を歴任した海軍中将である。艦長を務めた霧島福島県出身。相馬中学を経て1908年、海軍兵学校36期を卒業。席次は入校時192名中5番。 在校中に学年とも学術優等賞を授与され、191名中10番で卒業した。同期に、長本忠和、沢本頼りを、清水照美らがいる。高橋は、海軍法術学校を修了した法術専攻士官で、戦艦、岩見法術長を務めた。海軍大学校17期を卒業後、2年間、英国に駐在している。 ロンドン海軍軍縮会議では随員を務め、帰国後は海軍省副官となる。会議後の帝国議会では海軍政務次官経験者が海軍増艦政策に対する追及を行ったが、艦政本部での経験を活かし、海将、阿ボキヨカを補佐した。戦艦、霧島艦長、軍令部、第二部長を経て、連合艦隊参謀長に就任。長野治美、吉田前後、 山本56を補佐している。最も期間が長かった吉田は自ら主導権を発揮するタイプの指揮官で、参謀長の職責についても厳しく、高橋は吉田の息子によく叱られましたと笑いながら語ったという。第3艦隊司令長官としては対米非戦派であったが、太平洋戦争改正を迎え、フィリピン攻略戦や乱印作戦に参加した。その後、第二 南遣海艦隊司令長官、南西方面艦隊司令長官を歴任。クレチンジュフ司令長官時代には、戦艦、道の区の爆沈事故が発生している。同職在職中に病を得、1944年12月、予備役に編入された。正教会所属のクリスチャンであり、名前の井望むはその生命、ヨアンの官役から来ている。地商会会員。 父の高橋治虫は、旧藍津藩士。医師であったが武家に戻り、とは、伏見の戦い、北越戦争、藍津戦争と、歴戦した。戦後医師に復帰し、同藩士、長井民宮の娘、達太と結婚した。達太は、藍津若松城に籠城して戦っている。高橋の長男、太郎は、 海兵69期出身で戦死した、海軍少佐、次男、吉郎は、海兵71期出身で、海軍大員、三男、鉄尾は、海兵75期、四男は、海兵78期である。主席の種人は、卒業前に死去し、他に一名が候補生を面官となっているため、事実上は8番である。高木総吉、自伝的日本海軍島月、光、つ一社、 1971年。91ページ。サネマツユズル。最後の鳥り出提督。吉田前後の生涯光つ人者。1974年。232から233ページ。野村みのる。山本56最高中高文庫。1996年。ISBN4 から12から202579万から6。 260から261ページ、藍津志願57号、高橋治虫斎、大寺殿、星良一、藍津戦争前史後段車戦所メチ ISBN、4から06から25万8342から9。201から202ページ、佐藤住夫、駆逐艦、野分け物語若き公会長の太平洋海戦記、三つ一社、1997年。 ISBN4 から769808038182ページ、官報第8021号、除人及び、事例1910年3月23日、官報第757号、除人及び、事例1915年2月12日、ありがとうございます。